もくもくもっくん。あ、蝶々だ。みんな、どうやって蝶々が大きくなるか知ってる？僕と一緒に調べてみよう。大きく分けて、卵、幼虫、さなぎ、成虫の順番で成長していくよ。まず卵。食べられないように葉っぱの裏側にあることが多いよ。そして幼虫。卵から出て幼虫になることを孵化って言うよ。幼虫になったら最初に自分が入っていた卵を食べるよ。植物を食べながら大きくなって脱皮を繰り返していくよ。そしてさなぎになるよ。蝶々になる準備に入るよ。動けないから天敵に襲われないかが心配だね。そしてさなぎから羽化して成虫、つまり蝶々になるよ。ひらひら可愛いね。幼虫の時は葉っぱを食べてたけど、蝶々になったら花の蜜を吸うんだよ。蝶々の成長は分かったかな？僕も育ててみよっと。